ばんは、レオです。今回はね、インウィというね、まあ、資生堂のブランドなんですけれども、そちらを初めて購入したのでね、レビューしていきたいと思います。購入したのはリップ、そしてアイシャドウ、まあファンデーションもいいかなと思ったんですけれども、ちょっとねプライマーの方がちょっと心掴みに来たので、プライマーをね、はい、レビューしたいと思います。ちなみにですがね、レオはこれ買って、まあ、1万6000いくらだったんだけど、1万3200円以上お買い上げだとね、こちらのブラシとね、ケースがついてきましたので、早速レビューしていきたいと思います。それでは塗ってみましょう。まあね、ややね、白っぽいんですけれども、そこまでトーンアップっていうものではなくて、まあ、ややって感じかな。質感としては、まあ、マットに近いというか、まあ、ツヤタイプではないんだけれども、素肌っぽい感じですね。で、レオはね、エッセンススキングロー、資生堂のね、ファンデーションと重ねてみました。こんな感じでございます。それではね、実際にメイクしてみました。まずはね、5色使ったベーシックなルックでございます。左上のね、白いアイシャドウを全体的に塗って、これがね、全然こう目元のくすみと浮かうことなく、割とハイライトっぽいようなね、カラーなんだけれども、すごくこれプラスマスカラでもね、ありな、はい、シェードとなっております。そして右上なんですけれども、このピーチーなカラーを二重幅よりね、やや広めに入れました。そして左下のこのキラキラなんですけれども、これがね、まあ、このパレットの中では一番キラキラしているものなんですけれども、なんかこうグリッターグリッターしてないっていうか、トッパーとしてっていうよりは弱いんだけれども、なんか大人っぽいというか、こうルックとしてはすごいしっくりくるようなキラキラになっていて、これをね、まぶたの中央に入れました。そして右下のね、これも良かった。ブラウンっていうよりもやや明るめなんだけれども、結構キラキラが入っていて、ちょっとね、図だとずれちゃったんだけど、緑の点々のね、もう少しね、目尻側にこうくの字のような感じで、これを入れてあげると、確かにこう光ってない時は影としての役割をしてくれるんだけど、こう顔を動かした時にね、そこにキラキラが入ってすっごい綺麗なので、これをね、はい、目尻側にちょっと強めに入れたって感じかな。最後ラインですね。真ん中のこのブラウンのシェードが後でね、まあ、全体的にも塗るんですけど、非常に使いやすくてめちゃくちゃ優秀でしたね。これを後で説明するんですが、ブラシがね、こうフラットなものが入ってるので、これをライン使いして入れてみた感じです。はい、ということでね、出来上がったのがこういったルックなんですございますけれども、割とレオがね、普段やるメイクよりは薄めなんだけど、薄めの中でもね、こう奥深いところというか、なんか立体的なんだけれども、それでもなんか
すっごいね不思議なパレットだったね。やっぱりこう最近のトレンドっていうか令和の風を吹かしつつ、割と平成にあったようなこう締め色入っているアイシャドウにも近いような感じで、本当こういい塩梅というか、なんだかね大人っぽいんだけど軽やかみたいなルックが作れました。はい、2つ目のルックは分かりにくいんですが、ブラウンを強めに入れました。最初に締め色カラーをこう二重幅のところからどんどん上に広げるように塗ってって、そして右下のねあのシェードでこう境目をぼかすような感じで入れて、でよりこうまつ毛との間をぼかすように左上のねパーリーなカラー、パーリーパールっぽいカラーをね入れました。そしてあの目尻はさっき言ったようにね、あの右下のね同じように入れて、でまあ涙袋というよりはこうまつ毛の生え際にこの左のね下のこのキラキラを入れることによって、上まぶたでちょっと重たく見せつつ、ただまああの左上のね白いシェードで、まあ眉毛の下は明るいんですけれども、それとバランスを合わせるようにしたまつ毛のところもちょっとね光を入れるっていうようなルックです。まあ、このメイクをしていてすごく感じたのは、やっぱりこの締め色のアイシャドウっていうのがこう締め色としての役割だけじゃなくて、ラインとしても使えるし、広範囲に塗っても綺麗にブレンドできるしということで、すっごくねこう幅広く使えるようなアイテムだなっていう風に感じました。まあデパコスのブラウンとかってね割とこういう設計が多いんですけれども、その中でもやっぱりこのブラウンはこうブレンドしやすいというかムラになりにくいっていうのがすごい強いポイントだなっていうふうに思ったし、ラインとしてもピシッとね決まってくれてぼやけることなく使えるので、本当これはねあのいいこなしだなと思いました。はい、最後はね淡いルックを作ってみました。まあ、今回ね結構こうレオの肉眼では差が出ているルックなんですけれども、どうしてもカメラだとね微妙な差がねちょっと読み取れないというか映してなくて、肉眼だとねもうちょっと違いが分かりますっていうのをね言葉で伝えておきますか。まあ、こちらのルックなんですけれども、左上のねこの白いやつをね全体的にまあ塗りまして、でそしてこのねあの左下のキラキラもこれ広範囲に入れます。なので目元がちょっと白っぽくキラキラになっている感じかな。でもその白っぽさっていうのももうプチベラのああいうのじゃなくて本当にこう透明感が出るような感じ。そして二重幅のところちょっとなんか点線もう少し下かな、ちょっとなんか適当に作っちゃった今回、あの二重幅ぐらいのところにあの右下のねものを入れてます。少しはみ出してもいいかな。そして目頭側だけちょっとねあの血色感を足すようにピーチーなカラーを入れました。はい、ということで仕上がりこんな感じですね。ほんとすごい一番ね薄いルックなんだけれども、こうやっぱ薄さの中でもいろんなことってできて、やっぱりこう二重幅を少し強調したいとかラインとかをちょっと入れたいとかで、こう動いた時にねどのぐらいこう色がね変わるかとかっていうのを考えながらね今回入れてみたんですけど、やっぱねそう最近まあ後半ね多分話すと思うんだけれども、まあいろんなところからプチプラもこう淡いねあのアイシャドウが出ていて、まあ流行りはあるんだけども、本当淡さってねこう淡いだけじゃなくていろんな幅がありまして、こう本来ならね立体感を強調しつつ淡さを楽しむとかっていうのができるんだけど、最近はその淡いをどう履き違えてるかわかんないんだけれども、こう白っぽくなればいいみたいなね風潮があるような気がして、それをこう払拭するようにこのアイシャドウパレットは本当淡い中でもちょっとした変化を生むことができるし、しっかりとしたこうブラウンのねシェードが入ってることによって飽きさせないというか、いろんな表情を見せてくれるなっていうふうに思いました。
それでは塗ってみます。本当まあ滑らかに塗れる、すごい色も可愛いものなんですけれども、まあわあ普通だよな。最後にレビューをして終わりたいと思います。まあ今回インウイは初めてのブランドだったし、レオのねレオの年齢層がターゲット層ではなさそうなんだよね。どちらかというと母親の世代っていうか、母ね使ってたブランドなんですよ。だからめっちゃ考え込んだら全然レビューできなくなっちゃって、それでね、どうしようどうしようどうしよう、もうレビューやめようかんと思ったんだけど、ちょっと魅力も伝えたいしということで、まあね日数かかりましたけれども、まあ、先にねこの難しかったフィックスプライマーの話をしたいと思います。まあ今回ねこういうツヤでもないマットすぎもない、割と素肌の質感に近いようなプライマーになっておりまして、もう一つの方先に出たのはねグロープライマーっていうものになっておりまして、同じ値段なんだけど SPF 値とかがね今回より全然低いものがございますが、使った心地はねやっぱりこうベタつきはしなくて、こうマットの下地とかこう毛穴とかカバーするこう均一にするようなねプライマーに比べると割とこうみずみずしくて伸びやすいものだったので、その辺は使いやすいかなと思ったんですよね。そしてファンデーションと合わせた時も本当エッセンススキングローみたいにツヤツヤタイプのファンデーションと合わせてあげると、そのツヤっていうのが抑えめになってくる、いい意味でね、それでもう少し素肌っぽくてこう密着感を高めるような効果を感じてはいるんだけれども、そもそもファンデーションの持久力が高すぎて、これによってそれがこうどういうふうな変化になったのかって考えると難しかったね。し5500円でいい値段するから、ちょっとおすすめするかって言われると難しい。ただ悪い商品でもないし、まあ、いい商品ではあるんだけども、なんか滑らかで均一で少しねトーンアップするようなものになっているので、使ってて、まあ、確かにいいんだけどじゃあどこをねポイントアウトしてね皆さんにね魅力を伝えるかっていうとね、すごい難しい。やっぱね素肌っぽさっていうのが悪い意味でね、こうなんか変化があったか分かりにくいみたいな感じなので、ちょっともう少しで使い続けたいなと思うんだけれども、ただ下地に関してあんまりこう魅力を感じてないというか、あんまり下地なしでもいけるっていう人だったら、これはねそこまでこうチェックしなくてもいいかなって感じで、お自体も本当ツヤっぽいね下地を使うことが多くて、こうツヤっぽい下地の上に、まあ、ツヤのねファンデーションを合わせて本当ツヤツヤにするのも好きだし、ツヤのね下地からマットのねファンデーションを使うことによって内側からねこう光を入れるっていうのも好きなので、本当こういったタイプのね下地があんまりこうラインナップを持ってなかったので、それもあってまあ今回買ったんだけれども、だからこそレオの中では、まあ、買ってよかったなっていうのあるんですが、だからといってみんなにおすすめするかって言われると、ちょっともう少し考えさせてもらいたいなって感じで、もまあ今回これとその資生堂シンクロス、エッセンススキンクラブと、あとレオはまあ同じようなファンデーションあるなと思ったので買わなかった今回のインウイのリクルファンデーションとかを使ってみた感想としては、こう掴んでくれて、こうなんていうの、こう最近のふんわりマットとかそういう感じの肌作りじゃなくて、割とこう凛とした素肌っぽさにの中にもこう上品さっていうかかっちり感が出るような下地かなって思った。でもちょっとまだちょっと検証したいな。次インウイのねリップでございます。02番ですね。こちらもすごい可愛いカラーでございますけれども、先に言うとまあ4800円ぐらいだったんでね、すんのでまあ高いよねっていうのと、パッケージもねちゃんとこういうただの赤パケじゃなくて、こう波打つような本当資生堂っぽいようなねパッケージになっていて、安っぽいわけではないんだけれども、まあやっぱりこう、そうだな、クレドポーとかスックとかそこら辺とかと比較しちゃうと、まあだからルナソルとか行っちゃうよりはまあちょっとね、
豪華デパコスを使ってる感っていうのは薄いかな。で、まあ、唇紅自体のね、レビューとしてもまあ普通かな、悪くないし持ちもね、それなりにあったっていう印象なんだけれども、結構ベーシックなアイテムすぎて、まあ癖がないので、レオはね個性派なのでね、ちょっともう少し癖があった方がこう特徴的というかね、こう推しポイントが増えるんだけれども、本当割と悪く言っちゃうと平凡なね、優秀なリップアイテムっていうのなので、ベーシックなアイテムが好きって人だったらいいんだけど、まあ値段も考えて、これだったらレオはまあ RMK のネザーリップカラーとかが優秀なのでそっちに行っちゃうなって感じだし、まあよりツヤタイプを求めるんだったらこの間出たスークのリップとかカネボーのリップとかっていう話になってきちゃうので、やっぱりあそこのレンジのね価格帯のリップに比べてこれじゃないといけないっていうポイントがねそこまでないので、まあこのね今回のいろんなアイテムで付け足しとしてこのシャドウと合わせたいとかこのチークと合わせたいっていう意味で買い足すっていうのはありかなと思うんだけれども、これ単体でなんかすごいかって言われるとそうでもないので、まあ、結論としてはまあいいリップではあるんだけれども値段相応で割と平凡っていうのがね、だから買ったからね使うし般若では全然ないんだけれども、ただなんか押すかって言われるとって味かな。はい、最後待ちに待ったねアイスでございます。こちら本当にねまあ、話題というか皆さんのコメント欄でね本当に綺麗っていう風に言ってたんですけれども、いや本当に綺麗だなっていう風に思いますね。やっぱこの3つのアイテムで押すとすればアイシャドウかなっていう風に思います。まあ、レオさんあれこんな地味なねカラーなのに押すんですかっていう風に思うと思うんだけども、こっからちょっと語らせていただきたい。いや今回、まあ、こういうベーシックなねカラーで、まあ、03番ってちょっとピーチっぽいオレンジさも感じられるような、まあ、ブラウンパレットにしたんですけれども、まずいいのが、まあ、確かにね左側のこのキラキラごクラメっていうのは豪華なんだけれども、やっぱりこう年齢層が高めにね設定されてる分すごくねこうおしとやかで上品さの中にやっぱこうきらめきをファッとね入れるようなキラキラになっていて、レオの世代でも本当にこう大人っぽくっていうかこうちょっと階段登るような感じでレディーになった気持ちでね使えるっていうのが、なんかどちらかというとこうアンプリチュード味を感じる、まあアンプリチュードよりはこうラメのこう水っぽさっていうのが抑えられてて、割と本当ベーシックなねラメなんだけれども、なんかね本当お母さんと使えるみたいなアイシャドウですごくね、いいなっていうふうに思いました。やっぱりこういったカラーのねアイシャドウ、まあ、いろんなとこから出てくるんだけど、最近こう若い子がさ、若い子なんだけどこう薄い系のねアイシャドウが増えてて、なんかそれでこう、まあそれ流行りもいいんだけれども、悪い意味でねこういった薄いシャドウっていうのがこう軽く捉えがちって言えばいいのかな、なんかこう薄さにもいろいろ美学があるんだけれども、それが年齢層が低くなったおかげで薄ければ何でもいいっていう風潮になってきたのがすごく悲しくて、そうじゃなくてやっぱり薄さの中でもね濃淡をつけて大人っぽく仕上げることもできるし可愛らしさもできる、ここにこう表現のね幅を広げるっていうのをこのアイシャドウはしてるなっていうのがすごく評価したいポイントかなっていう風に思いました。やっぱりこうトレンドでねプチプラでも薄いシャドウっていうのが出てるんだけれども、まあ、それとはね全然違う本当表現の幅があるような薄いシャドウだなと思ったので、めちゃくちゃ今回ねこれについて話したいかな。やっぱりこうこのシャドウは本当主役になるようなアイシャドウではなくて、やっぱりこう本当自分の肌に馴染むようなシャドウなんだけれども、だからこそこう主役じゃなくてこう服とかにこうアクセントを持ってきたいみたいな、ちょっと今回ねコンセプト画像でインウィの広告でもねやってたこうインディーブルーみたいなブルーのね背景で、まあ、イラストとかね描いてたんだけども、なんかそういったロイヤルブルーって言うのかな、ああいうこう原色っぽいねカラーの服を着る時とか、やっぱ服を主役にしたいんだけどメイクもそこにこう呼吸を合わせるようにしていきたいという時にこういうアイテムがあると
とすごくいいなと思ったし、普通の普段のねオフィスルックとかでも使いやすいし、使いやすくていいなと思った。で、まあこのねラメの話しかしなかったので、他の話をすると、まず左上のねこの白いのが、まあいわゆるどこのねパレットでも入っているようなベーシックなあのこうクリームカラーのものなんだけれども、やっぱりこれの付き方とかも本当浮くような白さじゃなくて、あのまぶたがくすんでても割と馴染むようなねものになっていて、かつこのラメ具合とかもバランスが取れているので、本当どの年齢層でも使えるなっていうふうに思いました。そしてまあ主役っぽいね右上のこのピーチーなカラーがすっごくレオのまぶただとめちゃくちゃ綺麗に出て、なんかこう発色が強いってわけじゃないんだけど、ちゃんとその色味を感じさせるようなものになっていました。そしてキラキラについてはね話したように、これが一番豪華になるんだけど、まあ、割とこう RMK とかルナスとかのラメに比べて抑えめではあるんですけれども、ただこれとこの他の4色との対比によってこれがね割と際立つものになっています。なんかグリッターっぽいものではないなっていうのは感じたので、そこだけ言っときます。そして意外とミスだったのが、これのこのカラーでね一番の締め色のシェードが、今回ねこのアイシャドウにはこういうね細いラインを引けるようなブラシがついていて、これがね優秀だったね。アイラインがね必要じゃないぐらいこれがめちゃくちゃ使いやすかったね。薄すぎず濃すぎず、ラインとしても使えるし、締め色としてね二重幅に塗るのもありだし、割とオーソドックスなタイプであるんだけれども、いや久々にこういったね締め色が入っているっていうのは新鮮だったね。まあ今までねレオは本当締め色いらないとかって思ってたんだけど、このぐらいのフォーミュラでこうラインとして使えて、こう幅のあるようなねブラウンっていうのは本当メイクがいろんなことできるので、このブラウンがねちょうど良かった。そして最後このね、はい、あの右のブラウンなんだけど、これも程よくこういったねこう透明感が出るようなキラキラが入ってることによって、暗くもできるんだけれども、やっぱりこう 3D でさまぶたが動いた時のこのきらめきがあることによってこう重たくなりすぎないというので、こう薄いままなんだけれども影を作ることができるという点で、いやこれも良かったなっていうふうに思いますね。なのでまとめると、かなりベーシックなアイテムで、あの本当主役っていうよりは割と服とか靴とかにポイントカラーを入れたくなるようなあのシャドウではあるんですけれども、やっぱりこう全体としてこう上品なレディーというか凛とした女性像を感じさせるようなアイテムになっていたので、めちゃくちゃ評価できるなっていうふうに思いました。なのでアイシャドウのこう豪華さとか、まあ、主役っぽさっていうのをこうヌーディーなカラーで求めてるっていう人だったら、最近で言うと RMK のねシンクロマティックアイシャドウパレットを押すんだけれども、割とこう呼吸するようにって言えばいいかな、こう馴染んでてこうこうヌーディーさっていうのがこうメイク感出ないこうヌーディーさを求めてるっていう人だったらね、これがいいし、うん、やっぱ本当薄いメイクレオ本当にね好きなんだけれども、その薄さっていうのが最近の商品を見てみると、プチプラデパコスもなんか淡ければいいっていうすごいなんか雑な扱い方をされてて、薄いメイクにもここは強調しないといけないとか、ここは骨格的にこういったカラーを入れたいとか、そういうのに対応できない商品が多かった分、これは本当メイクアップルークとしては、まあこの濃い色をねあの調整することによって、まあいろいろ幅を広げることができるし、こう淡さの中でもやっぱ制限をかけることなくいろいろできたなっていう感想だったので、なんか正直粉質がすごくいいとか、なんかそういった面で言うと、まあ、値段相応っていうね、ほんとベーシックっていうとこを言いたいんだけれども、今のこう淡いさトレンドの中にこういった割ある種の昔の王道的なこういったアイシャドウの中に、その中にこう淡さっていうのをねこうちょっとね入れたようなのが、こう令和のこう大人っぽいねルックのを作る上でねいいのかなとかって思いました。ということで今回はね初めてなんですが、インウィのね商品を試してみました。皆さんね気になるものありましたかね。レオはなんか
このアイシャドウにこう黒とかグレーとかが入る限定色なのか、なんか次来月か何かに使うのにね、またシックなカラーが出るそうなので、そっちがね楽しみで仕方がありませんが、まあはい、こんな感じでいいかな。チャンネル登録よろしくな。グッドボタンもよろしくな。以上だ。